やっぱり近くで見ると違うわね。お姉ちゃん見て、あの子の武器折りたたみ式だよ。ファイヤーソードだ。こらこらルビー、落ち着いて。たかが武器じゃん。たかがって何？武器は体の一部だよ。なくてはならないものでしょ。ああ、すごくかっこいい。あんたの武器だって十分かっこいいじゃない。それじゃダメなの？クレセントローズはすごく気に入ってるよ。でも新しいのを見てると楽しい。新しい友達と出会うより楽しいかも。ルビー、何言ってんの？ちゃんと友達作らなくちゃ。ううん、お姉ちゃんがいるからいらない。ごめん、友達来ちゃった。じゃあね。あ、ちょっとお姉ちゃん、一緒に寮に行くんじゃないの？寮ってどこなの？てか寮ってあるの？はあ、目が回った。あなた何してますの？ああ、ごめんなさい。ごめんなさい？どんなに危険なことをなさったかあなたお分かりですの？返しなさい。これは主任講座の生成済みダストですのよ。ダストも分かりませんの？あなたバカ。火、水、電気、エナジー。私の話聞いてます？ちゃんと理解してますの？何か言いたいことでも？信じられませんわ。こういうことが起きたら困ると申し上げてましたのに。本当にごめんなさい。なんて泥臭い子。だいたいここで何してるの？ビーコンの生徒にしては幼すぎでは？それはここはよくある戦士の訓練学校なんかじゃありませんの。モンスターとの実戦。あなたのようにただぼーっと訓練だけするのとは違いましたよ。ねえ、ちゃんと謝ったでしょ、お姫様。というよりお嬢様ね。ワイス主任、この子は世界的なエネルギー会社であるシュニーダストカンパニーのご令嬢。ようやくお分かりのようね。ひどい会社よ。従業員をこき使って怪しい奴らとビジネスをしてるっていう噂があるわ。よくもそんな。ひどい。もうねえ、後でちゃんとまた謝るから。私もうボロボロ。まだ初日なのにねえ、ところでルビー、ビーコンへようこそ。よう。俺はジョン。ルビーよ。もしかしてさっきゲロった子？だからさ、乗り物用意する人って実は意外と多いと思うぜ。ゲロった子とか言っちゃってごめん。つい思い出しちゃって。じゃあさ、炎上娘って呼ばれたらどう思う？ちょっと、さっきの爆発はたまたまなの。俺はジョン・アークって名前がある。短くキャッチーで分かりやすい。女子にもウケる。本当？いつかはっていうか、女子にモテたい。母さんが言ってる。なんでもない。私はこの子。うわっ、それってカマだよね。カスタマイズもできるの。超高速スナイパーライフル。はい、銃にもなる。へえ、わ、すっごいね。あなたの武器は？俺のは剣。うおー。それから盾さ。使い方は？ほら、この盾は小さくもできる。持ち運ぶのが辛くなったらこんな風にしまえる。でも重さは変わらないでしょ。ああ、確かに。私武器のことになるとつい夢中になっちゃって、この子を作る時も凝りすぎちゃったんだ。え、これ君が作ったの？当たり前だよ。シグナルアカデミーじゃみんな自分で作るから。あなたもじゃないの？これはもらったんだ。ヒーヒーおじいちゃんが実戦で使ってたんだって。殿下の宝刀って感じだねそういうのいいな。伝統の良さを分かる人って最近は少ないし。ああ、伝統ね。そういえばありがとう、助けてくれて。普通のことさ。母さんが言ってる、他人とはまだ見ぬ友達だって。え、ねえ、どこ向かってるの？え、そうね、君が知ってんじゃないの？